失敗しない車の取り方3選普通に取ると What?そんな時は上のボタンを押して下のボタンを押してフィルターを選びます。それから携帯をひっくり返して車は低い位置から撮るようにします。あとは A フロックして明るさ上げて写真撮ると、他には車の顔を半分だけ撮るのも良い。最後は自分の好きな明るさに調整して写真を撮ると。はい、皆さんこんにちは、たけじです。今回は新型ハリアー1ヶ月乗ったレビューをしてみたいと思います。まあ、いつも TikTok であったり Instagram で写真の撮り方載せてるんですけど、今回車を撮ってみました。冒頭に流させていただいたような写真の撮り方をすれば、どんな車でもですね、いつもと違った写真が撮れるので、ぜひやってみてください。ということで今回僕はハリアーを、まあ、1ヶ月ほど新車で購入してから乗ってみた感想であったりとか、どこが良かったとかどこが悪かったみたいなところをお話しできればと思ってます。で、納車したのがちょうど1ヶ月前の4月の16日なので、まあ、ちょっと1ヶ月ちょっと経ってるんですけど、1ヶ月点検もちょうど3日前に終わったので、そういった形の話もできればなと思ってます。で、僕が購入したのはハリアーのガソリン車4駆で、一番グレードの高い Z グレードで購入しました。値段がだいたい450万円くらいです。で、今ちょうど1ヶ月ちょっと経って、だいたい1200キロくらい走らせていただきました。まあ、実際に今1200キロ走ったんで、ちょっと遠出が、高速乗って長野県行ったりとかもしたので、まあ、そういったお話もできればなと思ってます。ということで、外観と内観からご紹介をしていきたいと思います。はい、では外観見ていきます。外観こんな感じですね。いやー、輝いてます。本当にめちゃくちゃ綺麗です。タイヤがすごいでかくですね。で、もちろん近づいたら開けます。こちらが横ですね。かなりかっこいいんですよ。で、こちらに関しては Amazon で購入しました。ドリンクホルダーです。で、こちらにもドリンクホルダーあるんですけど、肘が当たっちゃったりとか、まあ、荷物入れたりしたいんで、ドリンクホルダーをわざとあちらにも買ったような感じですね。 Amazon で8000円ぐらいで、こんな感じですね。かなり広いですね。後ろから見たらこう開くとこんな感じですね。もう後部座席もすごい広くていいかなと思います。こちらが後ろになるんですね。ハリアーで、後ろは近づいてポチッと押すと勝手に開いてくれるという、めちゃくちゃ楽、こんな感じですね。これはもう僕の TikTok と Instagram に使う用のコンテンツ用の道具が、こんな感じです。で、ここを押すと勝手に閉まってくれます。はい、こんな感じですね。で、ブラックファウルなんでちょっと指紋がつきやすいっていうのがあるんですけど、で、こちらが後ろです。後部座席こんな感じです。はい、こんな感じです。で、じゃあ運転席行きましょう。運転席はこんな感じですね。まず開いて乗ります。で、運転席から見た後部座席で、バックミラーが今これエンジンかけたら分かるんですけど、エンジンここですね。エンジンここで、すごい静かなんですよね。ということで、バックミラーは鏡ではなくてカメラの透視されてるような感じです。で、ナビに関してはスマホ守るくんっていう、このコーティングのやつがあるんですけど、コーティングを塗ってるんでホコリがつきにくいようなものを使ってます。こことかも全部スマホ守るくんでやってます。スマホ守るくん、あの携帯とかパソコンとかカメラの液晶とかにも使えるんでめっちゃいいですね。ハリアー乗ってる人はみんなスマホ守るくんを利用されてるみたいです。で、嬉しいのがここにもいろいろ入るんで、ティッシュ入れたりとかガソリンのカードとかっていちいち開くのめんどくさいじゃないですか。ここいつも開いてたんですけどね、入るっていうのはすごい嬉しい。で、こここんな感じですね。で、燃費とかも今11リットルなんですけど、すごくいいですね。めちゃくちゃ走りやすいですし、何よりエンジン音がめちゃくちゃ小さいんでスーっていけますね。で、ガソリンは満タンだいたい7000円ぐらいかなと思います。55リッター入るみたいですね。すごいそれいいですね。こんな感じです。本当に走りやすくて
めちゃくちゃいいです。本当デメリットがないって感じですね。こんな感じで運転席も自動でボタン一つでシートを上げたり下げたり後ろに倒したり下がったりすることができます。すごい楽ですね。はい、で自動運転ここでできるんですよね。で音楽とかもこっちこのボタン押せばあの次に行ったり戻ったりするような感じですね。で音量とかで、こちらがライトですね。ライトつく感じです。はい、こんな感じです。でエンジンを切ると静かにエンジンが切れるとこんな形になっております。まあ、実際に外観と内観も見ていただいたと思うんですけど、かなりかっこいいですね。で傷をつきにくい色にしてあるんですよね。ブラックパールという、まあ、ちょっとグレードアップした素材を使ってるんですごい輝きを増してるような感じですね。で、まあ、乗ってみて一番良かったのは、まあ、すごいなと思ったのは自動運転ですね。でハリアーでちょうど長野県に、まあ、仕事で行った時に高速に乗ったんですよね。で60キロに設定して前の車との間隔を AI が判断してもうそれ通りに走ってくる。なのでアクセルも踏まなくていいし、まあ、ハンドルは握ったままなんですけどっていうのがすっごい楽でびっくりしました。でサイドミラーなんですけど近づいて開くじゃないですか。で開いたと同時にサイドミラーも開くんですよね。なんでサイドミラーをいちいち開いたり閉じたりしなくていいっていうのがめちゃ楽ですね。でもちろん遠ざかったら閉まってくれるような形にしているのでそういったところがすごくいいなと思います。あとはライトとかも全部自動なので暗くなったら勝手についてくれますし明るくなったら消えてくれるような、なんでライトもそうですし、あとワイパーも雨を感知して勝手に雨の強さで速さも変えてくれるような、もう全て自動になってるっていう、もう本当すごいなと思って、前はダイハツのムーブを乗ってたんですけどその時は全然そんなことなかったんで本当驚きの車だなと思います。ということでですね、今回は車のレビューをさせていただいたんですけど本当1ヶ月買ってみてデメリットがほぼなくて、まあ、ちょっと大きいんで車体がでかいっていうのもあって、まあ、駐車とかがしにくい、狭い道とかは怖いっていう、まあ、精神的なデメリットみたいなところあるんですけどそれ以外に困ったことはほとんどないかなと思ってます。すごい車内も広いし車中泊もしたんですけどすごいしやすいし本当に何もデメリットを感じなかった。でガソリンも燃費も結構良くて今10リッター11とかで走れてます。で55リッターまで入るんで、まあ、大体ガソリンで7000円分ぐらいは入るような感じでなってるんでめちゃいいかなと思います。ということでですね、今回の動画が良ければ高評価ボタンお願いします。まあ、もっと写真の撮り方知りたいよって方は、まあ、低評価ボタンでも大丈夫なので何かコメントとかいただければそちらの方で反映させていただきますのでぜひコメントいただければ嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。